僕はきっと僕から見た優しさや正しさでたくさんあなたを傷つけてきました。癒し美意識で取り乱さないように笑みを浮かべて、つまらないや心が冷めてる人は本当の感動を知っています。今夜も眠れない人がたくさんいます。太陽が昇るその前に、夜が明ける前に教えて、ここでこの場所で間違ってないと。あなたが分かりました。優しさの分だけ笑顔が固くなるところも、まあいいやが増えました。優しさか諦めか、ナイス。強くなったからか弱くなったからか、正直僕にもよくわからないのです。癒し美意識で取り乱さないように笑みを浮かべて、つまらないや心が冷めてる人は本当の感動を知っています。今夜も眠れない人がたくさんいます。Thank you.